ここまで振り返ってどうでしょうか。そうですね、まあ、デビュー当初は、まあ、結構苦しんだところもあるんですけど、まあ、最近は本当自分の中でも順調に、まあ、勝ててきているので、まあ、あとは、まあ、来季から、まあ、上に上がるってことなので、まあ、それに向けて、まあ、レースも、まあ、組み立てもしていきたいなと思っています。やはり今まで以上に積極さもっていうところなんでしょうか。そうですね、本当もう後手後手ならずに、まあ、前々に踏んでいく競争を、まあ、心がけているので普段から、まあ、それを崩さずにこれからも頑張っていきたいと思っています。まあ、豊橋といえば、まあ、同期も、ね、他に2人いますし、若手が揃っている練習環境という印象もありますが、その辺踏まえてどうでしょうか。そうですね、本当もう練習環境自体は、まあ、深谷君も、まあ、金子さんも、まあ、本当も強い方がいろいろいて、まあ、その中で、まあ、揉まれて練習もさせてもらっているので、まあ、その辺は本当自信につながっています。さて今回、まあ、優勝争いという意味では2場所前に決勝戦で顔を合わせた斉藤選手もいます。そのあたりどうでしょうかね。そうですね、まあまあ、意識している選手ではあるんですけど、まあ、意識しすぎちゃうと僕本当もう後手後手になっちゃうので、まあ、そこは意識せずに、まあ、とりあえずもう内容いいレースすれば、まあ、勝てると思うので、その辺はまあ、内容を重視して、で、まあ、あとは結果がついてくると思うので、そういう形で頑張りたいと思います。前回の準優勝以上の成績を期待したところですが、それではカメラに向かって一言メッセージもお願いしたいと思います。まあ、松坂3回目ということで、まだ松坂では優勝していないので、今回はまあ完全優勝できるように明日から頑張っていくので、3日間応援よろしくお願いします。